こんばんは。こんばんは。そのさ、ビーチボールは何なの？ビーチボールなの？そのビーチボールはビーチ、そのカニはカニなの？あ、それもしかして砂のお城じゃない？伏線回収。もしや。砂のお城。ね。マンスリーギフトなのか。なるほど。7月だからね。7月。なるほど。あの時のお城がね。あの時のお城が。あの時はそんな立派なお城ではありませんでしたが。本当に、あの、山って感じ。城っていうか山ですね。山。よきですわね。富士山も山開きだね。そうなの？行かなきゃね、富士山に。だっただっただチラッタタッタラタッタラッタラタタ。これ富士山の歌？ファソラシドシラシソシラファソラシドレドラララソファラソファレドファソファソラレドシラシソシラファドファソラソファ。これはなんでどうで音階で言ってるかって言うと、これはねリコーダーで吹いた、みんなで。富士山歌、富士は日本一の山じゃないのよ、これ。違うのよ。違うのよ。頭を雲の上に出しでしょ。違うのよ。さんの歌じゃないのかな。バスラシドシラシソシラ、しかもシはねフラットです、全部。ちょっと気になった。これ富士山の歌じゃないかも。歌詞が出てこないな。あ、鯉のぼり。私が歌ってたの鯉のぼり、これ。ファソラシドシラシソシラって言ってたの鯉のぼり。てか、これ分かってくれたの？もしかして。
屋根より高いじゃないよこれ。いろんな歌があるかな。知ってるの？みんな。あ、そうだ、私ちょっとじゃあ音聞くから切るね。はい、お待たせしました、鯉のぼりでした。なんか鯉のぼり2パターンあって、2パターン鯉のぼりの、みんなが知ってる屋根より高いはひらがな鯉のぼりで、私が言ってるのは漢字鯉のぼりでした。はい、ということで、すごいね。ありがとう、超解決。みんながこいのぼりって言ってくれないと、私ずっと富士山で探してるところだった。そう、漢字とひらがなと、こいが漢字かひらがなかって感じですね。有名なのか、あれだね、なんか小学校のあの音楽の教科書とか載ってる感じの曲です。これはあのみんなの歌とかじゃなくってね、だから教科書とかいろいろあるけど、ね、雪ね、すっきりしたね。ね、ありがとう、教えてくれて。本当に分かんないときはみんなに聞くね、これからもよろしくお願いします。皆さんに聞かせていただきます。小学生だな、何したかな。あ、岐阜ってデラウェアとかのぶどう有名なんですよね。デラウェア有名なのかな、ぶどう有名なところもあってかな。小学生、あ、私ね、知ってるんだけどね、みんな岐阜にも住んでたことがあってね、その時はそう、なんかね、種なしぶどうにするためにこんなちっちゃい、なんかうにゃってもう、はい、枝分かれしましたくらいの時に、そのなんか液につけると種なしぶどうになるんだよね。それを一個一個 つけないといけなくって、手作業で、そう、ぶどう農家の方は、そう、それの体験とかしに行った。そう、ジベレリン、そう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 、なんかそこのやつは
あの一気にブチャブチャって一個ずつやったりとか、なんか本当に印象的なことしか覚えてないよね。人生そんなもんかね、そうだから転勤族だからね、持ち物が結構みんなと違ったな。そのリコーダーとかもさ、だいたいみんな学校で一緒のやつをあの買うから、そうどうしても一人違うものになっちゃうのと、あとはね引き出し、ね、小学生の時ってさ引き出しなかった。なんかさ、あのプラスチックの、最近なのかな、小学生のお父さん、なんか小学生のお子さんいる方とか、そうなんかね引き出しがあって、そう道具箱、そう道具箱的なやつで、もうプラスチックのパコってなんない引き出しをみんな持ってて、でも私は小学生の一番最初入学した時の小学校がね、お道具箱だったの引き出しが。あのそう引き出しがあるのよ。あのなんかさ引き出しあるじゃん、机の下に、あれになんかねプラスチックのこんなやつをみんなガッて入れて、みんな引き出しがあるんだけど、私はそうお道具箱をパカッてしたやつをニュッてするタイプだったの、引き出しが、入学した小学校が。だからみんなと引き出しが違って、みんなはお道具箱じゃなくって本当にプラスチックの引き出しみたいな感じのやつ。それはなんか色、いろんな色があった、オレンジとか水色とかピンクとかいろんな色があって、そうだからそれも違ったな、それも違った、よし、リコーダーも違ったし、あ制服はね買ってたよ全部。制服は買ってたけど、制服とか服系は揃えてたけど、あとは別にそんなさ、引き出しがみんなと一緒じゃないとさ、あの授業に支障が出ることはないから、そういう授業に支障が出ることがない系は全部、そうまあね、制服とか体操服とかは毎回そこのやつにしてたけど、そうそう、なんかリコーダーもさ、白い、全部白いリコーダーの、白っていうかなんか肌色っていうかの学校もあったし、私のリコーダーってさ、 2年か3年ぐらいで買うかな、1年生の時から買ってたっけな。で私が買った小学校はそう、なんか全然いろんなとこ行ってるか本当に違うんだけど、私が行ってた小学校はあのね、なんか茶色ベースで、みんな一人一人名前を彫ってくれてたの。滝野美子ってあのちょっと自分の名前シールとかじゃなくて、で注文するときに名前をもう彫ってくれてたのね。そうだから名前入りでだった。そう焦げ茶のやつだ。でもなんかよく見るそれだと思った。そうだけど、その転校先がその白いところで、なんかみんなと違うってなってさ、そう名前彫って、あそうそう前掘ってあった、やっぱり学校で違うみたいなのがいっぱいあるんだなっていうのも、小学生の時から、そうなんか学校のルール、学校独自のルールみたいなのが学校ってあるんだなっていう、まあ高2
入ったらね、郷に従わないといけないから、まあ別に、なんか、いや前の学校ではこうでしたみたいなのはなかったです。そう、学校ではこうなんだって、まあ違ったけど、まあここはこうなんだっていう感じ。全然ね違う。そうだけど、だけど別にリコーダーが一人だけ違うから、なんかいじめられるとかはなかったし、逆に特別扱いされるってこともなかったし、なかったな、マジで。本当になんか結構いろんなもの違ったけど、さも一緒かのように、そうね。あ、初日とかはやっぱりみんな見に来るよね、転校生が来たって。でも本当に初日だけだよみんな来るの初日だけだから、とりあえずみんな見たいから、ね、見て終わりだから。隣のクラスの子とかは、あと小学生、中学校もかな、高校もだっけ、高校はそんなにかな。あのさ、違うクラスに入っちゃダメだったじゃん一歩でも入っちゃダメだったしさ、一歩でも入ったさ、入った先生みたいな感じのなんだろうね、超守ってたよね、超守ってた。そう、隣のクラスに入っちゃダメ、マジか、なかった、厳しいな。あ、やっぱそれもあるんだ、本当に。でもそれはどこも小学校もそうだったかも。え、そう、他のクラスに入っちゃダメなの。もちろん学年違うのももちろん、同じ学年の違うクラスにも入っちゃダメなの。入るのはあの委員会とかそういった特別な時だけなの。だからそう、ないな。
と待ってね。連絡かな。そう、仕事の連絡でした。いのちの歌フェス出ますか。あ、メンバー発表されてない。発表されてるね。あ、発表されてるんだって。見てみて。あ、そうそう、チリパニ。そう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 、チリパニ出るね。え、そう。出ます。姫かと。ツイートで知った。ツイートで知った。あ、出るのは知ってたんだけど、誰とかなってずっと。そう、ワクワクしてたんだけど。ツイート見た。あ、姫かなだって知った。姫かと出ます。私ね、多分ね、一期生と意外出るの初めてかも。だいたいもうあかりんかココアかみたいな感じだから。そうそう、めっちゃおもろくない。確かしね。そう、いっぱいお手あり待ってます。メール送りますね。いっぱいこの機会に、そう、姫香と私の関係だったりとかもいいし、私のことでもいいし、そう、何でも送ってください。何でも送ってください。記念パーティー、楽しみだな。ね。お便り。お待ちでーす。お待ちです。コンチリ忘れずに。そうだよね、コンチリ忘れずに言います。チリパしかラジオ聞かない。お、嬉しいような悲しいような。鉄オトも聞いて。鉄オトも聞いて、毎週出てるからね、聞いてね。ユミリンが出発進行って言ってるよ、聞いてね。毎週土曜日の朝10時5分からやってるよ。楽しいラジオだよね。チリパ久しぶりに出て嬉しい。アットホーム、もう本当になんか、そう、なんかすごい本当に佐竹さんとワイワイしてたら終わるって感じ。そう、4ヶ月ぶり。おお、4ヶ月ぶりになるのか。いいね。そう、本当にね、その収録する前にずっと佐竹さんとスタッフさんとワイワイガヤガヤ、これ見たよとか、ありがとうございますって
そう、お子さん元気ですかっていう話して、そう、じゃあこういう流れでって言って、あ、そういえばなんちゃらなんちゃらなんちゃらって話したら、あ、もう始まりますよって言われちゃって、始まってワイ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 してたらなんか終わっちゃう。第1回に出てるね。そう、今はね収録なんだけど、第1回は生放送で、そうなの。それでね、あの、なんとその日の、あのね、そうそう、その日の夜7時とか8時に暗闇のね選抜発表があったの、ショールームで。それで選抜に入った、暗闇の選抜に入った大人メンバー18歳以上かなの子がそのまま出たって感じ。それはね確か言われてたかな、選抜に入った大人メンバーはこの後のラジオの生放送に佐竹さんと出ますっていうのは確か事前に言われてたのかな、言われてなかったのかな、言われてたのかな、言われてた気もする。そう、だから出演メンバーは事前にはねもちろん発表できないから発表されてなかったです。うん、その配信見た人が、あ、ってことはラジオこの子とこの子とね、このメンバーが出るんだってそこで知るぐらいかな。うんうん、そう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 、あ、そう、佐竹さんはそうなの、もうその頃からのお付き合いっていうか、もうその頃からお世話になってるんです。もう結成1年経ってないぐらいの。そうそう、どなたさんが出たのかな、上から行くと、ハルルン、あ、ハルルン、ここは、その時も入ってたよね。ここ、私、カホタル、ミッチはまだ出れなかったのかな、あかりん、みーちゃん、あずさ、ミッチはあかりんの代がギリギリだったから、ひなちゃん、いや、ひなちゃんはもうその時まだ小学生、小学生か幼稚園だよ。そう、大人メンバーしか出れないから、そう、多分みーちゃんとあかりんの代がギリギリ夜の生放送に出れる人たちなんじゃないかな、確か。懐かしい。あ、あとゆりだ、そう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 、あとなーちゃんもいたね。そうだ、ゆりもみーちゃんと同じ代だっけ、カリンとね。そう、ミッチュももちろん選抜メンバーだけど、ミッチュはまだギリ高校生かな、いや19、18、でもギリ出れないかもな。そうそうそう、ね、そうだから、まあ、言わなかった子たちはもうみんなもう幼稚園とかの子、
ょっと待ってね。待ってね。はい。自分も食べちゃったわけだ。はい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 。幼稚園児を含むグループ。中学生とか多かったもんね。多かった。二十歳超えてるメンバーなんて1年目、私もね19で入ってるから、で途中で二十歳になってるんだけど、私が二十歳になっても上2公演に1人、1公演に1人、私との同じ代に私合わせて2人だから、最初二十歳超えてる人4人しかいなかったの。そう、早いよね、時間なんてあっという間だそうそうそうなの。ねえ、懐かしいね。19の時に出会いたかった。でも多分ね、19の時の方がね本当にねいっぱいいっぱいだからね本当に何もかもいっぱいいっぱいだから、なんかそう、でも自分にも余裕ないし、相手のことに、自分に余裕ないとさ、相手のことに対して余裕のあることを言えないじゃないですか。だからそう、多分配信とかは今の方がなんか嫌なコメントとかちゃんとスルーできるっていうかそう、なんかちゃんとなんかね、そう、あ、こういう人もいるんだなっていうのを、がキャリア7年目、あとあれだね、なんかみんなとのなんかもう信頼関係もあるからね、もちろんずっと配信も来てくれて、あとお話し会とかさもう来てくれてたりする人だったらさ、もうなんかアバターといえども顔はわかるしさね、みんな優しい人ばっかりだから、なんかそうやってお話し会とかに来てくれる人が優しい人ばっかりだから、あ、みんな優しい人ばっかりなんだって、そうなる、うんうん、ねえ、優しいね、やさやさ、そう、結局なんかみんながそうだよね、もう信頼関係だよね、なんだか、そう、私が
かイベントをやりますって言ったら朝5時、いや4時前に起きててみたいな感じだったしね。えそんな私の本気にみんなちゃんと本気で向き合ってくれてね、写真集だってそうみんなのおかげでね、すごいいろんな人に見てもらったりとか、なんか結果もすごい高評価っていうかね、すごいすごくいろんなところから多分すごいって言ってもらえたと思うし、そうやってなんか自分が本気で頑張りたいっていう時にみんなも本気で向き合ってくれるっていうのは信頼関係だよね、うん、って思います。そうそう、重版もそうだけど、そもそも発売前にも重版してるし、とはいえそうだから発売前の重版ってイコール出版社の方がまあこれぐらいだろうって思ってたのを発売前に超えちゃった予想をっていう、しかも結構超えちゃったからもう重版するしかないねってことじゃん、発売前にってことは。そうだからそれもめちゃくちゃすごい。だって大体さ、まああらかたその最初にさこれだけ作りますっていうのは決まるけどさ、そんななんかいろんなものをがある中で、落下舞台すごかった、あすごかった、そう本当にすごかった。そうだからショールームでもめちゃくちゃ皆さん毎週チェックしてくださってて、いやあれはねすごいよ、すごいよねえ。だからもしいつか、いやーまた写真集ねいつかできたらと思うんだけど、 その時はみんななんかまた毎週違う生写真とか作りたいなね。でもみんなが良ければだけど、初めて買った写真集でした、本当にありがとう、嬉しい。そうだね、サインいっぱい書いてくれたね、書いたね、懐かしいな、書いたわ。そう、また写真集で見てもらいたいんだよな、みんなに。時間止まってますね、私も待ってるよ、どこかの誰かあ、買うの楽しかった、本当になんかそうやって言ってもらえるとすごい嬉しい、へへへへ、嬉しいな。すごいそれあれでやっぱり写真集を作るっていうこともだし、なんかみんなにいっぱいチェックしてもらってっていうのは本当に自信にしかつながらないかったなぁ。またいろんなことできたらいいな、きっと。なんかアート写真集みんながあれだけチェックしてくれたから、もしセカンド出しますよってなったらなんかもっといろんなことができるんじゃないかなって思ってる。最初はさ、まあ言うたら未知数じゃん、私がさどれだけみんなにチェックしてもらえるかっていうのは憶測でしかないけどさ、もし次作るってなったらもう憶測じゃなくって前回の結果があるわけだからさ、いろんなことができたらいいな、うん、そうね。もちろんファースト
ト写真集でもめちゃくちゃいろんな、私が例えば山口でイベントがしたいんですとか、その東京でもねやりたいし、私物多でなんかしたいとか、パネル展したいとか、めちゃくちゃいろんなことを、私の何々したいを叶えてくださったんですけど、やっぱりどうしても時間がないとか、ちょっとできないとかはあったわけよ。そう、だからもしかしたらそういったことができるようになるのかな、ね、言い続けていれば。そうだね、ありがとう、言い続けようね、へへね。あ、瀬戸内で撮ってもらいたいけど、海外もありなのでは。そうだよね、そうなんだよね。あんまりさ、私多分さ、じゃあ次写真集撮ります、したいことはって言われたら、ファースト写真集とさ結構内容が被っちゃうんだよね。だから自分のしたいこともだけど、なんかそう本当に同じような感じ、例えばもちあんこちゃんも撮りたいし、あと私浴衣好きだから浴衣着たいしとか、なんかそんなこと言ってったらさ、もうなんか大体本当に、ま、同じような感じになっちゃうのよ。本当にそれぐらい結構いろんなことを、私のこれやりたいを、が詰まってるから、そうそうだね、唯一っていうか、そうだね、海外ではなかなかご時世もあって行けなかったからね、もうなんだか行けそうな気もするし、いろんな意味で行けるんじゃないですかね。どうですかね。そう、まあでも前編そこの現地でっていうより、なんか日本でもどっかで撮りたいね。あーでも私ね、愛媛はね、愛媛で撮りたいんだよね。どう思う、どう思う。私東北温泉、私の浴衣ってさ、あのお祭り浴衣だったじゃん。だけどさ、その温泉浴衣も似合うんじゃないかと思って、私自分で言う、自分で言うんだけど、そのね、似合うありがとう温泉浴衣、道後温泉いいよね。みたいなね、想像がいろいろ膨らみますから、まだ想像できる時間です。いつか決まるまでにできることといえば、なんかこうやって考えることなので、私もね、ファースト写真集決まるまで、決まるまでもう動き出すまで、もうずっとずっとこんな感じで、何がしたい何がしたいってずっといろいろ考えてメモしてたからね。想像するのも楽しい、楽しいよね。あとはここでなんか、ここで撮りたいとか、こんなお洋服着たいもだけど、例えば、イベン、なんかここでイベントしたいとか、ここでパネル展したいとか、そういうなんか写真集を出すからできることを考えるのも楽しいよね。ファースト写真集はね、そうなんかね、名刺作らせてもらったりとかもしたしね。あとはそうだな、もしさ、イベントをするとしてさ、ちょっと自分の意見もだけど、みんなの意見もちょっとね、私ね、5日リストがめっちゃあるんだよね。グッズのやつだったりとかもね、めっちゃある5日リストの5日まとめリスト。写真集はどの辺に入るんだろうな、5日リストの
そう、5日リスト。めっちゃ。そうなの。なんか会った時に私いっぱい考えちゃうから。私写真集でしたいことどっかにまとめた気がする。あ、これだこれだこれだ。なんかそうそう、なんかみんな的に前回のファースト写真集みたいに、じゃあ写真集のイベントができますって言われたら、あ、そうそうそう、貸し切って、え、そうなのよ、私は写真集の特典で電車貸し切っての電車旅がしたかったんだけど、ちょっとご時世的に無理だったのよ。だから私の一人旅の DVD になったんだけど、そうそう、それもねずっと前から言ってたんだけど、それは本当に仕方がなかった、誰が悪いわけでもなく、そうめちゃくちゃスタッフさんとかもそうすごい考えてくださったんだけど、そのやっぱり結構前に決めないといけないじゃん、写真集発売した後だからイベントって。だから先のことだから、その先、じゃあ半年後にどうなってるのかがねわからないから、そうちょっと難しかった。今だったらできるんじゃないかなみたいな感じでもいいし、あとはうん、アクリルスタンド作ったのよ、直接のイベントに来てくれた人の特典。あ、違う、あれはオンラインだ。出すの？あ、こっから聞いた人はもう私出しそうな雰囲気で言ってるからね、ずっと。そう、なんかいつか出したいねっていう話で、そうです。そう、私グッズの時もなんかもう自分グッズ出しますぐらいのテンションで、みんなそのグッズ出すけど何がいいぐらいのテンションで聞いてるけど、そう基本全部私のその今後の妄想っていうか、そうなんかあった時に言えるように、あの例えばファンの方はこういうのがいいって言ってましたみたいな感じで、そうみ、あ、そうイベントとかもだし、あとアクリルスタンドみたいな感じとか、マスクケースとかもあった、ご時世的に、とか生写真とかみたいに、イベントで特典でつくとしたら何がいいとかあります？その写真集どこで撮ってほしいとかじゃなくって、イベント系に関してこれあったら嬉しいみたいな言うだけ、ただです今。そう言うだけただだし、自分がもしそれ言ったのを私がそれいいかもってなって、なんかいつか出しますって言った時にさ、実現したら嬉しくない？あ、サイン入りポスター、ロケ地巡りツアー。あ、ロケ地巡りツアーね。それも考えたのよ。で、バスツアーでいいってことだよね。サイン入りポスター。確かに。ポスターはあったけど、サイン入りはなかったよね。そうそう。イベント限定表紙。なるほどね。イベント限定表紙。ハードル高しだけど、もうみんなが超イベント来てくれるんだったら、できるかも。あ、撮影会みたいなの。なるほどね。確かに。確かに確かに。ブックマーカー。あ、確かに確かに。お気に入りのところに付箋とかってことでしょ？え、付箋とか、付箋じゃない、しおりってことか。あ、カレンダー。ソロコンサート、あ、いいね。でもそれ写真集の特典とかだったらできるかもしれないね。購入者限定のソロコンサートみたいなね。うんうんうん、そうだよね。おきちゃんもイベントしてたよね、ソロのね。確かに。あ、一日駅長のイベントは、そうだね、ファースト写真集でやってたね。でも一日駅長は、うんうんうん、トークショー。確かにトークショー。そうなんだよね。トークショーやりたかったけど、それもちょっと
ご時世でかなわずで、オンライントークショーみたいなのしたの覚えてる？したのよ。知らない人はしたのよ。そう、来た人はしたよね。そう、そう、本当にやっぱりみんなでみたいなのが本当にちょうどできない時期でね。あ、平日じゃなくて土日でイベント、いやそうだよね、それ大切書いとく。でどうしても発売日にイベントとかだと平日になっちゃうかも。もしそうなったらもうなるはやで言うね。本当に発売するみたいな。あ、サックスの演奏会、確かに。いいね、ブックマーカーとかいいかも。しおり、でもしおりは確かに。あ、もう一度アクスタいいね。アクスタ確かに、確かに、確かに。しおりはいい考えだな、いいかも。あ、フェアリーちゃんとのカットも確かに。サックス持って、一緒にご飯。じゃあそれあれだね、抽選で当たる系のやつだね。うん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 。なんか生写真系とかでない？例えばそのさ、ブックマーカーとか、あ、名刺とかそういう系でさ、ない？もらったら嬉しい。その抽選じゃなくって、イベント来てさ、イベント来たらもらえるやつ。あ、大きいサイズのポスター。はいはいはい。あ、クリアファイル。うんうん。うん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 。スマホスタンド。みんなさ、スマホスタンド使う？使う？スマホスタンドのさ、グッズよく出てるけどさ、みんな買ってるけどさ、使うの？配信とか見るときにさ、あれに立てらしてるってこと？私あんまりスマホスタンドをさ、そう、この、こういう配信のやつしか使わなくってさ、あ、飾りとして、あ、もうなんかアクリルスタンドみたいなテンションで置いてるってこと？そういうこと？お話し会の時あれに置いてんの？なんかちょっとあれじゃない？角度とかみんな気にしないのか。グッズのは飾るね。そういうこと？もうアクリルスタンドじゃん。そうなの？でもアクリルスタンドよりもさ、なんだかがっしりしてるからいいの？いいの？クリススタンドは人型だけどさ、スマホスタンドとなんかちゃんと四角いじゃん。あ、ちょっとでかいアクスタ気分。なるほどね。それは私はまだまだみんなのことが、そう、みんなのことでへーって思うことばっかりだ。生写真も飾れるフォトフレーム、確かに確かに確かに。写真立てみたいなことだよね。確かに。みんなめっちゃ写真買うけどさ、ランダムとかでも。そうだよね、写真立てだったらね、飾れるもんね。そしたらさ、例えばショールームでさ、生写真特典付きのを買ったらさ、それ飾れたりするってことでしょ。超素敵じゃん。一緒にチェキ取りたい。あー、一緒にチェキね。一人チェキはあったんだよね、ファースト写真集の時。うんうんうん。ね、缶バッジあったっけ？缶バッジなかった？缶バッジあった？缶バッジなかったか。ね、缶バッジもさ、
なんか最終段階ぐらいまで残ってたのよ。自分の中でっていうか、自分とスタッフさんの中で缶バッジも残ってたんだけど、缶バッジはどう？写真集の写真の缶バッジ。だけどなんかその時に、それはその時の話なんだけど、なんか何種類か作ってランダムみたいな感じになる。そう、例えば5種類中なんだろうな、例えばなんだろう、2冊券で3個みたいな感じ。あー、キーホルダー、確かに確かに、キーホルダーね。でもさ、アクスタができたからキーホルダーなんかね良さげな。あ、でもアクスタもできたって言っても、めちゃくちゃスタッフさんもなんか頑張ってくださって、しかもみんなもさ、結局オンラインもこのね、アクスタのやつも完売したからすぐ。あ、写真集のカットのシールいいね。シール欲しい、シール欲しいかも。いいね。あ、パワーストーンかな。いいね、パワーストーン。パワーストーンはじゃあ、つかグッズで売りましょう。普通にグッズでパワーストーンつけちゃうとね、もうね、あの、そう、別途料金いただくことになると思う、多分。写真集のおまけっていうより、あの、そう、写真集と、例えば究極私がめっちゃこだわったとかだったら、究極写真集とあのパワーストーンの2万円セットみたいな感じになっちゃうよ。あの、あれだ、パネルみたいな感じのテンションで、そう、パワーストーン付きセットになっちゃうよ。ね、そう、なんかね、あんまりこうみんなが別途、例えばなんかそのチェキがついてくるから、本当は2000円の写真集が3000円になりますみたいなのはじゃなくって、例えば2冊買ったら、2冊のそのイベントに来たらこれもらえますよみたいな感じのテンションで、なんか写真集につけるみたいな感覚のやつがいいんだよね。そう、そうなの。あ、切符ね、確かに。あの、オリジナル切符みたいな。いいね。あの、私が名刺作ったみたいなテンションでってことでしょ？うんうんうん。いいね。保存用のカバー、あー、そうだよね。保存用のカバーって何？収納ケースってこと？それは。あの、別バージョンの表紙とかじゃなくて、ブックカバーとか。ああ、ブックカバー、確かに、ブックカバー、確かに、ありがとう。途中から来た方すみません。写真集は出しません。なんか、ごめんね。最初からいる人は分かってるんだけど、そう。いつか出せたらさ、何するみたいな話なので、そう。すみません。いつか出せたら、いつか出せたらシリーズでした。大変申し訳ありません。でも、いつかなので、ワクワクしてください。あの、いっぱい意見言ってくれたみんな、ありがとう。
またなんかそう私もなんかいろいろ考えとこう。ありがとう。はい、ということで私はもう終わります。以上、そう、企画会議でした。ありがとうございました。いつかはいつかで終わらせたくないね。おー、かっちょいいこと言いますね。はい、できた暁にはなんかみんなでね作るっていうのもすごい楽しそうだよね。こういう写真集とかってまたみんなにもしできるってなった時に、後にももしみんなと話せるようなことがあったら、なんかこれとこれどっちがいいみたいな感じのことを相談させてください。もし相談できるってなったら言っちゃダメなことは言えないんだけどね。そう、ありがとう。じゃあ誕生日見まーす。13位アルフィンさん、ありがとうございます。12位ゴーセブンさん、ありがとうございます。11位ニモスケさん、ありがとうございます。10位クマネパパさん、ありがとうございます。9位オッカンさん、ありがとうございます。8位コペンさん、ありがとうございます。7位タケさん、ありがとうございます。6位ゴーヤさん、ありがとうございます。5位カズキさん、ありがとうございます。4位 ID マニアさん、ありがとうございます。3位仮想機さん、ありがとうございます。2位スランプくんさん、ありがとうございます。そして1位はヒセさん、ありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。ということでメールも全然送れ、登録も受けられませんでした。ま、こんな金曜日でした。ありがとうございました。あ、7月最初の配信でした。ありがとうございます。こんな感じで7月もまったりゆったり楽しくみんなと話しながら楽しくゆったりあ、金曜日って言っちゃった。月曜日って言いたかった。し、月曜日って言ったつもりだった。まあそんな感じでちょっとお疲れなのかもしれませんが、ゆっくり休んでくださいゆっくり休みます。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りよみりん。それではおやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさーい。